はい今日は嘘伝集を見ていきましょうよっしゃちなみにこの企画は今回が初めてなんでよろしくお願いしますこれから出る嘘伝は空嘘鉄が制作しました紹介は僕がやりますそれじゃあ見ていこうか おっ、これは E233 系の中央線か。でか、なんか全面違くね。そうだよ。東海道線の233系を中央線にしたよ。長編成すぎだろ中央線の方も延長工事をさらにしなくちゃいけないのかよ。そして東海道線の方はどうするんだこれが転属したら東海道線の車両が足りなくないのか。まあまあ安心するんだ。湘南レンジをたくさん増やすから東海道線の車両数は補えるぜ。いや、それレンジアンチが。<laughs> 今度は東海道線か。僕の先祖や。死んでねえよ。先祖じゃなくて仲間だろ。あーそうだった。ってか右の東海道線の塗装、どうなってるんだなんか、こっちの方がかっこいいかなと思って。確かにかっこいいな。なんだか315系にも似てるな。あとは、親戚のミタレンジ君にも似てるよね。まあ、誰か呼んだか帰れ。 これは僕の力作でもあるね。確かに違和感がない。で4扉車かよ。おおよくわかったね。僕は奈良線の車両すべてを4扉にしようと思ったんだ。なんでやそしたら優等列車がなくなっちゃうじゃないか。まあまあ安心するんだ。さっきも言ってたな。安心できないぜ。代わりにこれを用意したんだ。いやこれ優等なのか劣等なのかわかんねえ。てかトップナンナの草。そしてドアが片開きになってるのね。まるで185系に似てるな。そうそう。僕は185系先輩のこと好きだからそれに似せたんだよ。特急マークもつけたぞ。でもこれ普通運用じゃなかったっけれは気にすんな。 はご視聴ありがとうございました日本語おかしいなこれからも嘘でん作るのでよろしくねチャンネル登録すると明日いいことがあるよいや変わんねえ